めぐみんの妹か。ずいぶんと可愛らしい子だな。なんかちっこいめぐみんが現れたんですけど。ねえ、アメちゃん食べる？米っ子、ただいま帰りましたよ。ご覧、ひっくり返したマグカップが動き回りますよ。すごいすごい、どうやって、ね、どうやってなの。磁石だ、きっと磁石で動かしてるんだ。いいえ、磁石でも魔法でもございません。失礼、取り乱した。いや、君が白々しくもただの友人だなどと抜かすものだからね。いつも食べてる薄めたシャバシャバのおかゆとかじゃなくて、ちゃんとお腹にたまるもの。すごくつまらないものですが。よく来てくれたね、カズマさん。母さん一番いいお茶を。うちにお茶なんて一種類しかありませんよ。ああ、大丈夫です。大金が入ってくる予定でした。いくら食べ物を持ってきても米粉はやらんぞ。違いますから、そんなつもりじゃありませんから。あとは米粉が食べな。いいの、わーい。ては、ただの友人だって言ってるでしょうが。でも娘からの手紙に。いや、何書いてあったのか聞いてもいいですか。とスカートの中身を体育座りしながらじっと観察していたり、チョムスケに餌をやりながら、いいか、これだ、これを取ってくるんだ、そうしたらもっと美味しい餌をやろう。大丈夫ですよ、娘はもう結婚できる年ですし、カズマさんも分別ある大人。もし何かあったとしても、それは間に合った、これで終わらせてやる。なんだよ、壊れてんじゃねえか。どれ貸してみろ、こういったものは。こうすればやめろ。ちょっと、私が魔力充填したのにどういうこと。うるさい、このままじゃユンユンが危ないだろう。私、女神として米っ子っていうこの小さな命を守らなきゃいけないから、先行くわね。ねえ、なんかピコピコしてるよ。シルビア、俺の名前を覚えとけ。あの世に行ったら他の幹部たちによろしくだ。俺の名はサン。Thank you.